油見長男、油見長男、油見長男。はい、どうぞ。じゃあいただきます。走る、まあ、走りますよ。おっと、そのさっき可愛いサラミ食べて、はい、なんか脳みそカラーってなってるやつ、どんどんさ、大丈夫できた。あー、そういうのかけた方がいい。どっちがいい。うん、まあかけといた方がいいよ、下に。そこにつけんの、ちょんちょんって。あ、これなんか団子にかけすぎたかな。いや、かけすぎてない。入れようかな。じゃあね、ネタをつけ、それにちょんって。ネタって？ネタってその、あの肉、あ、肉じゃないってくれ、これ魚ね。寿司ネタ。そうそう、だから剥がして、あの芸能のネタやと思った、うん、寿司ネタ。こうやってつけて、じゃあこれさ、はい、こうやって食べて。いただきます。どうぞ。やっぱこの端っこで潰れてたやつ食べる。あー、取れる。ネタとシャリが取れるわ。うん、せーの、よっ。シャリがちょっと硬くなって早い。時間さすが3割。どうですか。うん、グー。ダメだったらバツ出すから、はい、よかったらダメだったらこれ出して、はい、OK やったらこれ出すから、はい、グー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 。これは全部持っていってこっちに、うん、あ、こうやっとこ。わさびたっぷり。刺身。こうやって醤油つけて。うん。さあ、よかったね。別々食べるより一緒の方がいいよ。別々がいい。サーモン好きやね。そう、やめてよ。なんか出た、それに。はい、もうなくなっちゃうよ。最後僕が行きます。これは出た。醤油余るな、ちょっとちょうだい。うん、こうやって、こうやって。わさびは使い切ったぞ。醤油も使い切ろう。僕わさびつけてあげようか。これやめて。嫌いだね、わさびは。怖いやろ。当たり前だろ。うん、うん、だから一緒に食べろって。米だけ食べても美味しくないでしょ。刺身食ってあるし。刺身俺大好きやから。わかるけど、めっちゃーっと塗ってまあこれじゃあもったいないから上からタラってかけよう。かけすぎや。辛い。はい、だっけ。さ、辛いし、大豆と塩とか使うんだって。うん、そうやって。あん。よかったね。ごちそうさま。